なんかごま団子みたいなのあるな、うん、刺さってるよ、なんかあられが周りにまぶしてあって、揚げてある感じだね、うん、なんだろう、五色まんじゅうってやつじゃない、揚げ物、うん、メインは何だろう、さわら、そう、うん、取れない、取れますか、うん、すみません、何でしょう、角煮です、あ、角煮か、湯葉と和牛の豆乳ミルフィーユ鍋ってのが、うん、美味しそう、うん、こちらウニとイガムースをご用意しております。下には滑らかに仕立てましたよくございまして、上には東照宮に献上しております献上醤油をご一緒したゼリーをお乗せしております。その上にウニをお乗せしております。どうぞお手元にございます。さじであいながらお召し上がりくださいませ。どうぞお出汁が温かいうちにお召し上がりくださいませ。お、美味しそう、うん、こちら宝楽盛りでございます。手前にございます平たいお皿にはお造りをご用意しております。こちら左手から鯛、甘エビ、ホタテをご用意しております。どうぞお手元にございます。こちらにソースとオリジナルの甘めのお醤油でお召し上がりくださいませ。また真ん中にございます小さなお皿にはスノモノをご用意しております。こちらワカメのスノモノをご用意しております。またハッスンでございますが、左手の大きなお皿にコーシナ、右手に温かい2品をご用意しております。どうぞお手元にございます。本日と照らし合わせながらお召し上がりくださいませ。よろしくお写真を撮りいたしましょうか。こちら揚げ物、当時揚げをご用意しております。まず一番右手にございますのはこちら鶏のひき肉、レンコン、フォアグラを湯葉で包んで揚げております。また夏野菜の天ぷらのヤングコーン、ズッキーニをご用意しております。どうぞお好みでお手元にございます抹茶塩をつけてお召し上がりくださいませ。お待たせいたしました。まずこちら煮立ってまいりましたら、ピンク色のキノコからお入れくださいませ。こちら黄色ヒラタケでございます。時が羽ばたいた時と同じ色から黄色ヒラタケとなっております。またお隣ございます黄色いキノコがタモリだけでございます。どうぞキノコから先に煮立ってまいりましたらお入れくださいませ。その後にお肉類などをお入れくださいませ。ただいま土鍋ご飯をお入れいたします。紙のシリコムースをご用意しております。こちらお好みでトレフルーツ、ナッツ、アイスの上にかけてお召し上がりくださいませ。またこちらの完成で最後のお料理となります。皆さんのご存ありがとうございました。ありがとうございました。最後のお手数でございますが、お飲み物ご確認よろしいでしょうか。ご用意が2点、ジンジャーエールが1点でよろしいですか。はい、そしてこちらにお部屋の方からもいただいてもよろしいですか。